旭川紋別道を円軽方面に向かって走っている時でした前を走る車がブレーキを踏んだ次の瞬間赤い乗用車が逆走してきました前の車がサッと避けた瞬間にですね、対向車のライトが見えてそこでやっと逆走車が同一車線にいるということがわかりました まずはもう驚きで頭がいっぱいというような感じでした男性は旭川紋別道のマルセップインターチェンジと遠軽瀬,瀬戸瀬インターチェンジの間を遠軽町方面に走っていたところ逆走車とすれ違いました赤い乗用車を運転していたのは本州から観光で来ていた20代の男性 そのままま数十キロにわたたって逆走を続けましたその後途中で正しい車線に戻り旭川北インターチェンジを降りたところで警察に確保されましたもし雪がもっと降っていたらでと視界が悪かったらっていうような状況だったらもっと大事故につながりかねなかったのかなと思いますね 統計によりますと、道内で起きた高速道路上の逆走は過去3年間で11件あり、特にインターチェンジの入り口を間違えるケースが多いといいます。今回のケースも高速道路の入り口を間違えた可能性が高いということで、その現場に向かいました。 乗用車が間違って入っていった可能性がある場所ですそこにはこの方向へは進めませんという標識や進入禁止と大きく書かれた看板も立っていますこうした中なぜ入り口を間違えてしまったのか車で円軽町の街中から旭川紋別道の入り口に向かって走ってみました旭川に向かうには 300メートル先で右折するというサインがありますね旭川方向に向かう入り口の手前に旭川紋別道からの出口があります右に道が出てきましたねここで間違えて先に曲がってしまったんでしょうか正しい入り口はさらに100メートルほど進んだ先にありますが 男性性は誤ってそのの手前の出口で右折した可能性があります次に逆走が確認された同じ時間帯にもう一度同じ場所を走って看板などの見え方に違いがあるか検証してみました夜ですがライトに照らされて進入禁止の看板は確認することができます。 慣れない道を走るときには特に落ち着いて標識や道路の状況を確認することが大切です。